ください。多分ね、見たらね、うん、あってなるような気がするんだけどね。なんかこのマーク見たことある。これ、このマーク見たことある。グリコのマークね、そうそうそう、グリコのマークということは何かのお菓子のやつです。せーの、パカーン、パカ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 、ご当選おめでとうございます。イエーイ。わかってる？わかってない。わかってない。出るかな、出る。ひっくり返してみて。あ、わかった。あのお菓子、わかる？どんなお菓子かわかる？なんかあのチョコレートのアイスクリーム。ピンポンピンポン、そうそう、アイスクリームのね、お菓子みたいなやつ。パパロボ X、 開けてみましょう。ここに書いてある言葉で、カプスケとね、元気かなとかおはようとか言うと、カプスケ、あの子カプスケくんっていうのって、カプスケくんきっと喋ります。すごくない？喋るの。だからね、そこに書いてる、こっちゃんは読めるからね、お話をカプスケに、うん、してみて。でね、ひまちゃんは読めないからリモコンがついてます。このリモコンね、押すとね、カプスケくん動きます。ひまちゃんは動かして遊んでみようか。よし、じゃあ上の矢印どこでもいいや、押してみて。おっ、うわ、こんなしかーち、なんか喋ってる。おお、すごい回ってる。おお、可愛い。横とかいろいろ押してみて今。おお、同じ、ストップ。止まった。おお、すごい動く。今の顔が。ちょっと姉ちゃんにもやらせてあげてみてよ。落とさないようにしちゃってよ。お、うまいうまい。おお、来た。何して遊ぶカプ？あ、喋った。何して遊ぶカプだって。じゃあ次こっちゃん、カプリコくんの、うん、ボタンを押してゆっくりお話ししてみてください。これ何でもいい。じゃあ、あっち向いてほい。上カプーだって。お話しした。え、じゃあ行ってきます。お土産はカプリコがいいんだって。お土産はカプリコがいいんだって。はい、じゃあ、じゃあこれ言ってみて。歌歌って。カプリコくれたら歌う。カプリコくれないと歌わないって。歌って。歌って。僕、歌には自信がないかも。え、さっき歌った。めっちゃ喋る。さっき歌ったもん。歌って。パプリコくれたら歌うかも。はい、あげた。歌って。あ、ちゃんと呼んだカップって言ってくれた。